エジプト第22王朝。エジプト第22王朝。紀元前945年、紀元前715年は、第三中間期の古代エジプト王朝。リビュア人傭兵の子孫シェションク一世によって開かれた。マネトがこの王朝が九人のブバスティスの王から、なっていると記録しているため、ブバスティス朝、あるいは、リビュア人の王朝とも呼ばれる。その拠点は、前王朝から引き続いて、 ゲエジプトのタニスであり、タニスからメンフィスに至る地域がこの王朝の中心であった。王朝の創始者とみなされる、セションク一世はかつて傭兵として、エジプトに居住地を与えられた、リビュア人の子孫であった。このことは、セションク五世の治世第37年に聖牛アピスを埋葬する儀式が行われた際に記録された。 非当分に王の祖先の名が記録されていることから証明される。それによれば、シェションク一世の家系の祖はリビュア人ブイワワであったという。王位を得る。以前のシェションク一世に関する記録は少ないが、彼はプスセンネス二世の娘、マートカラーを妻としてめとり軍司令官の地位を得ていたことが分かっている。また、ビュードス湿度の碑文によれば、彼は第21王朝の王に対し。 アビュドスのオシリス神殿に、彼の父の像を建てる許可を仰いでいるが、その中で彼は、メシュエシュの大主張と呼ばれている。この記録によれば、シェションク一世の父は、メシュエシュの大主張、シェションクと妻メフテンウェスケとのこたるメシュエシュの大主張、ニムロと出会った。メシュエシュは、リビア人の有力部族である。このことからシェションク一世はエジプトに居住した。 リビュア人部族の主張の地位を世襲する家系の出身であったことが知られ、王女との結婚もこうしたシ、ェションク一世の地位があって可能であったものと考えられる。シェションク一世は、紀元前945年頃に王位を獲得したが、その経緯はあまり知られていない。彼は強力な政治家、軍人であり、南方のアメンダイ祭国家の権力も手中にして、 エジプトを再藤することに成功した。シェションク一世の長男をソルコン一世は、父と同じく、プスセンネス二世の娘をめとり、息子の一人ユプトは上エジプト長官、軍司令官、アメン大司祭職を兼任し、別の息子に室とはなお油断ならない。テーベ、古代エジプト語、ネウト、現在のルクソールの神殿勢力に圧力を加えるために、 古代エジプト語、ネス中流軍司令官に任じられた。セシ,ションク一世の名を有名にしているのは、そのパレスチナ方面での軍事活動である。彼は新王国時代の王にならい、テーベのアメン神殿に、自らの遠征記録を作成した。その中には征服した土地のリストが挙げられている。すなわち、ガザ、アラド、アヤロン、ベトホロン、ギベオン、ティルザ、ベトシャン、 ターナク、メギドなどである。これらの地名から、この記録が、旧約聖書列を記上に記されている、エジプト王子者の遠征が史実であったことを裏付ける、ものであるとみなされる。地名の大半が、当時のイスラエル王国、北王国に属する地名である。この時のイスラエル王ヤロブアムは、かつて第21王朝時代のエジプトに、亡命していた経験を持つ人物で、 ソロモン王子後の王国分裂に際して、イスラエル王位を手に入れていた。このヤロブアムのエジプト亡命経験と、シェションク一世のパレスチナ遠征には何らかの関連性があると思われ、その意図をめぐって様々な議論がある。シェションク一世はまず、ユダ王国を攻撃して圧勝し、エルサレム市にまで迫った。ユダ王レハブアムは、エルサレム神殿の財宝のほとんどを、 シェションク一世に対して献上することでルサレムの破壊を免れたという。ついで北のイスラエルを攻撃し、これにも勝利を収めた。ヤロブアムはギレアド、ゲンヨルダン地方へと逃亡し、シェションク一世はメギドにまで到達したのである。彼は五百年前にこの地で勝利を収めたとトメス三世の例に倣って戦勝記念碑を建設し、勝利のうちに本国へ外戦した。 シェションク一世はこのようにパレスチナ地方を接見したがパレスチナに対するエジプトの支配は高級的なものとはならなかった。シェションク一世が紀元前924年頃に死亡すると長兄のオソルコン一世が多いを継承した。オソルコン一世はアメンダイ地裁職にあった弟のユプトに変えて自分の息子シェションク二世をアメンダイ地裁とした。そして シェションクニ世を共同王として後継者にする意志を表したが、シェションクニ世は父に先立って死亡ししまった。シェションクニ世の死亡からほどなく、オソルコン一世も死亡した。その結果オソルコン一世の別の息子、タケロと一世が王位を継承したが、彼の知性に関しては、記録がほとんど残されていない。一方、テーブでは、シェションクニ世の息子、ハルシエセが、 アメンダイ祭職を継いでいた。タケロと一世が死亡すると、オソルコン二世が王位を継いだが、アメンダイ祭でありかつての正当な王位継承者の息子であるハルシエセの、県政は強く、また丁ベに漂う、独立の機運も手伝って、オソルコン二世一世代四年、ハルシエセは王を称して、共同王となった。両者の関係は複雑であったが、 直接的な対立は最後まで避けられた。そしてハルシエセンが死亡すると、オソルコン2世はすかさずアメンダイシサ職に、自分の息子、ニムロトをつけて、テーベにする統制を回復した。しかしこの後も、南方のアメンダイシサ職をめぐる問題は、第22王朝の政治的統一に影を落とし続ける。オソルコン2世時代のもう一つ重要な事件は、アッシリアのシリア侵攻である。 当時アッシリアは、著しい拡大期に入っており、その王、シャルマネセル三世は来た、シリアを征服し、南部シリアにも手を伸ばしつつあった。この事態に対し、当時のシリア諸国は、ダマスカス、イスラエル、ハマテを中心とした連合軍を組織して、アッシリアに対応したが、エジプト軍も、この連合軍に参加していたことが、アッシリアの記録に残されている。オソルコン二世が、 どの程度アッシリアの脅威を認識していたのか定かではないが彼はアッシリアとの戦いにおいて主導権を握ることはなかった。アッシリアとシリア地方連合軍は紀元前853年オロンテスカファンのカルカルで激突したカルカルの戦いがこの戦いに参加したエジプト軍はわずか1000人であり満タン位の軍勢を派遣しているシリア諸国の軍に比較して明らかに少ない。 ともかくもこの戦いでアシリアは撃退され、シリア地方を経由して、エジプトが攻撃される危険は一時的にせよ回避された。紀元前850年頃恐るン2世が死去した、起、歓迎に倣えばその王位は、ニムロとの息子で王の孫のタケロと2世の手に渡る、はずであった。しかし、パニスの王座についたのは、出生不明のシェションク三世であった。 彼とソルコン2世の関係はほとんど分かっていないが、タケロと2世がこの位継承にことを唱え、テーベで王を名乗ったことがエジプトをかつてない戦乱をもたらすことになった。シェションク3世の治世6年目以降、テーベ周辺の地域は事実上中央政府の統制を離れ、独立した国家として機能するようになった。二つの家系はヘラクレオポリスを間に挟み、 どちらが優勢とも取れぬ状態で、しばらくの間、並存していた。しかし、タケロと二世の知世代11年に、ペディバステとなる人物が現れたことで事態が大きく、動き始める。シェションク三世の演者で、その講演を受けたと思われる、この人物が、テーベで放棄たのを皮切りに、上、エジプトをめぐる対立は一気に、内戦へと発展した。タケロと二世は、 新しいアメン大司祭として、自分の息子、オソルコンを任命したが、アメン新官団はこの人事を拒否し、ペディバステトを支持した。彼らは、ハルシエセを大司祭に擁立して、反乱を起こしたのである。この反乱においては、ヘラクレオポリスの支配者プタハージアンクエフがオソルコンを助けて、反乱鎮圧に協力したため、間もなく鎮圧され、首謀者は全員捕らえられて処刑された。 その死体は二度と復活できないよう仮想にされたという。しかしテイベにくすぶる不満は、タケロと二世の知世代15年、さらに大規模な反乱を誘発した。カルナック神殿に残された、年代記に、この国に大動乱が勃発したと記される。この内戦は10年以上続いたとされ、優勢となった、ペディバステト派はオソルコンを砂漠に追放した。ペディバステトとの決着をつけられないまま、 タケロと二世は、紀元前825年頃死亡した。しかし、ペディバステと一世は、シェションク三世に支配権を返上することなく、王座に居座って、独立を維持し、没後は、シェションク六世になる人物が後継者となった。対するオソルコンは、西方の砂漠地帯によって、再起の機会を伺った。十数年後、シェションク六世を倒して、王座を奪回したオソルコンは、 オソルコン三世として即位し、テーベをめぐる一連の内紛は、ひとまずの終結を見た。しかしこの時点で、テーベの一族は、第二十二王朝の分家ではなく、第二十三王朝と言うべき全く別の王家となっていた。タニスの王室は一連の内紛に対して、有効な対応策を取ることができず、ただ事態を生還するしかなかった。シェションク三世は、 半世紀以上にわたる長い期間を統治したが、彼の時代はエジプトが再び分裂していく時代の始まりとなった。テーベの独立を端緒として、各地で離反の動きが相次ぎ、第22王朝の支配権は下エジプト南部と中部エジプトの一部にまっ狭まってしまった。その後、第22王朝は、なんとか首都タニスの周辺とナイルガー三角州地帯に、 勢力を維持し、シェションク三世の死後、パミと呼ばれる王が即位した。彼についてはほとんど何も分かっておらず、短い知性の後に、息子のシェションク五世が多いを、継承、さらにへと受け継がれた。オソルコン四世はおそらく旧約聖書列王記下に登場するエジプト王祖である。列王期下の記述によれば、イスラエル王ホシアは、アッシリアに対して反乱を起こした際、 エジプトに支援を求めたが、エジプト王ソはこれに応じなかったという。内乱に暴殺されるオソルコン四世にとって、パレスチナへの派兵は不可能であったのであろう。間もなく、アッシリアオサルゴン二世は、イスラエルの反乱を鎮圧し、エジプト領すぐそばのラフィアにまで進んだ。そして、エジプトの川まで入ったのである。オソルコン四世はこの脅威に対し、 アッシリアでは見出しがたい十二頭の大馬をサルゴン二世に送ってその攻撃を回避した。第二十二王朝、タニスと第二十三王朝、レオントポリス、さらにアメンダイ司祭との関係は複雑で、全容は明らかとなっていない。単純な別の国家というわけでもなく、重複する人事権をめぐって争ったり、一時的な協力関係を築くなど、 していたが、この時期の歴代王の統治機関や、具体的な関係は、よくわかっていな。さらに分裂は続いた。第二十三王朝の支配下にあったヘラクレオポリスでは、タケロト三世の時代に、長官職にあったペフチャウアバステトが、王族の女性をめとって、王を称し自立した。さらに、ヘルモポリス、古代エジプト語、ウヌーデニムロトという名の人物が王を名乗り、 ゲイエジプト西部のサイスでも、西方の主張王と呼ばれた、リビア系のが、独立勢力を築いて王となった。サイスの王家は、第24王朝とされている。ここに至って、エジプトには少なくても5人の王、すなわちタニス、レオントポリス、ヘラクレオポリス、ヘルモポリス、サイスに拠点を置く5つの王家の当首と、アメンダイ司祭が並び立つことになったのである。 このようなエジプトの混乱が外部勢力の侵入を誘ったとしてもなんだ不思議はない。東方ではアッシリアが勢力を増していたが、彼らはバビロニアの反乱に手を焼いており、差し当たっては安全であった。しかし南方のヌビア第25王朝はそうではなかった。ヌビアでは新王国時代のエジプト支配を通してエジプト文化が普及しており、エジプトのアメン神を中心とした。 宗教体系が導入されていた。そして、ヌビア人は新王国末期には、クシュ王国、ナパタ王国と呼ばれる強固な王国を築いていた。このヌビア人の王国は、エジプト風に、ファラオの称号を採用し、カルトゥーシュの中に王名を記していた。当時の王、ピアンキは、エジプトの王国が四分五列する様を目にして、北方への遠征決意した。もはや、エジプトから派遣された。 南の異国の王子ガヌビアを統治したのは同意過去の話になっていたのである。ピアンキの主張するところによれば、この遠征は、急創四国の秩序とアメンガミの権威を立て直すものであった。ピアンキの侵入に対し、エジプトに拡挙していた王ートールのうち、タニス第22王朝の、第23王朝の、サイス第24王朝の、ヘルモポリスの、 ニムロとノペフチャウアバステトラは同盟を結んで対応したが次々と撃破されその軍門に下った。しかし彼らはピアンキに侵入することで名目的な王位を認められ引き続き現地を支配することができた。ピアンキはヌビアからエジプトを統治することを好んでおりエジプトへの移住はしなかったのである。とはいえ独立勢力としての第22二二王朝の歴史はここに 終焉を迎えた。サイス、第24王朝のテフナクト一世だけはなお、反撃の機会を伺ったが、ヌビア人によるエジプトの完全支配は目前に迫っていた。マネトは、第22王朝の歴代王として、9人のブバスティスの王に研究するが、現存する彼の文書内では、個人名は3人しか挙げられていない。以下に、その一覧を記す。 カッコ内は対応すると考えられる、王名である。一方同時代資料などから復元される、第22王朝の歴代王は以下の通りである。王名は原則として、即位名、上下エジプト王名、誕生名、ラーの古名の順番で記す。イコールで結ばれた名はすべて即位名である。在位年代は、参考文献、ファラオ歴代史の記述によるが、 年代決定法の誤差その他の問題から異説があることに注意されたい。なお、共同王として即位した都市から始めているため、年代が重複する王がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。